ハウスオブバージャーディヘクタールの化粧漆喰による装飾化粧漆喰、またはスタッコは骨材、結合材、水からなる建築材料。湿った柔らかい状態で塗り、非常に硬い状態になる。壁や天井の表面仕上げとして塗ったり、装飾に使う。コンクリート、コンクリートブロック、レンガ、日干しレンガなどの外観があまり美的でない建材の 表面に化粧漆喰を塗ることがある。化粧漆喰と漆喰やモルタルの違いは、蘇生ではなくむしろ用途にある。19世紀中頃まで、室内に使うものを漆喰、屋外に使うものを化粧漆喰と呼び、どちらも主な原料は同じで、石灰と砂だった。モルタルも主成分は同じである。強度を高めるため、動物繊維、または、 植物繊維を加えることも多い。19世紀後半になると、ポルトランドセメントを結合剤に使って、耐久性を改善することが多くなった。同時に、伝統的な石灰の漆喰から石膏の漆喰が取って変わるようになった。化粧漆喰は、住宅の外装の表面仕上げに使われる。伝統的な化粧漆喰は、石灰と砂と水から作る。現代のスタッコは、 ポルトランドセメントと砂と水から作る。現代のスタッコでも浸透性と加工性を高めるために石灰を加える。また強度を高めるためにアクリルやガラス繊維を加えることがある。通常、スタッコは3度塗りするが強度を高めたスタッコでは1度塗りで済む。石灰を使った化粧漆喰は素手で比較的簡単に壊したり傷つけたりできる程度の 硬さの健在である。石灰自体は、通常白く、化粧漆喰の色は骨材に由来するか、または顔料を加えて着色する。石灰は硬化した後も若干の水への溶解度がある。ため、ひびが入っても雨に濡れると自然にひびを埋めるなど、自前である程度の修復を行う特性を持つ。ポルトランドセメントを使ったスタッコは、非常に硬く脆い。そのため、 それを塗る下地が不安定だと容易にひびを生じる。現代のスタッコ製造業者は様々な色のものを販売しており、それらを混ぜて独自の色を作って塗ることもできる。なお、日本の左官では化粧漆喰もスタッコもあまり使われない用語であり、もっぱら、モルタルと呼んでいる。アフガニスタンのアイハヌム遺跡から出土した紀元前2世紀から紀元前2世紀の化粧漆喰製の 顔面化粧漆喰は丈夫で美しく、風雨にも強い建築材料であり、壁の表面仕上げに適している。伝統的に内装にも外装にも仕上げとして使われ、石やレンガの壁に一層、または二層で薄く塗られていた。表面の仕上げ塗りには一般に色を加え、織物のような外観にする。西洋で木骨作りが登場すると、 ラスと呼ばれる金網を針や柱の間の壁面に貼って、そこに化粧漆喰を何度か塗り重ねるという新たな用途が生まれた。ラスは柔らかい状態の化粧漆喰を保持すると同時に、硬化した脆い化粧漆喰の引っ張り強度を高める。何度も塗り重ねて厚くすることでひびが入ることを防ぐ。化粧漆喰とラスを使った伝統工法では、下塗り、中塗り、 上塗りの三度塗りを行う。下塗りと中塗りは小手を使って手で行う場合と機械で吹き付ける場合がある。上塗りは平滑仕上げ、テクスチャー仕上げ、砂壁上仕上げ、吹き付け仕上げなどがある。ラスはもともとは壁に間隔を開けて木の板を貼り付けたもので柔らかい化粧漆喰が硬化するまで保持するものだった。この技法が広く使われるようになった。 外壁の場合、アスファルトやタールを含振させた、フェルト、または紙を貼ってからラスを貼り付け、さらに化粧漆喰を塗る。アスファルト含振種などは風雨に強く、化粧漆喰型構成で、水が中に浸透しやすいため、さらに中まで染み込むのを防ぐ働きをする。バロック建築の化粧漆喰の装飾第二次、世界大戦後、木製ラスの代替として、 ア鉛ンメッキして腐食しにくくした金網のラスが主に外装で使われるようになった。21世紀の現在でも金網のラスと化粧漆喰のサンドネジという工法は広く使われている。化粧漆喰は彫刻などの芸術用素材としても使われてきた。バロック建築やロココ建築では化粧漆喰を装飾に多用している。例えば教会や宮殿で、 壁から天井に滑らかに装飾を施したり、天井面に装飾を施したりするのに使われている。化粧漆喰は、バロック建築における、ベルコンポストという技法の重要な一部となっていた。これは、ギリシア美術の建築、彫刻、絵画という三種類を融合させるという概念である。化粧漆喰は、装飾だけでなく、壁画と建築衣装の滑らかな連結を、 実現するのにも使われた。例えばバロックのトロンプルイユ的天井と周囲を繋いだりする。教会ではキリストや聖母、マリアや最後の審判を中央に描き、それを周囲の建築物と視覚的につなげることで荘厳さを醸し出している。化粧漆喰は現実の建築衣装と壁画内の建築衣装をつなげる役目を果たす。イスラム美術でも モスクや宮殿の装飾に化粧漆喰を用いている。インド建築でも化粧漆喰を装飾に用いていた。仕上がりが上品になるため、バロック風の化粧漆喰の装飾は19世紀から20世紀にかけて上流階級の住居によく使われていた。1920年代以降、徐々に住居に角の装飾を加えることが少なくなり、 化粧漆喰の装飾としての使用も減っていった。1950年代頃にも、化粧漆喰は壁と天井をつなぐ繰り方で使われ続けていた。スタッコを試行中の様子現代のスタッコは外装用、セメントプラスターである。砂、ポルトランドセメント、石灰、水を混ぜたものだが、さらに繊維や合成アクリルを加えて強さや柔軟性を高めることもある。 現代のスタッコでは下塗りと上塗りの二度塗りで済み、三度塗りを必要とする伝統的な化粧漆喰よりも思考が早く薄く仕上げられる。他のセメントを原料とする建材と同様、スタッコは振動でひびが入ることを防ぐために補強が必要である。プラスチック、または金属の網状のラスを構造のフレームに釘やネジで取り付け、それを埋めるようにスタッコを下塗りする。 ラスを使っても、細かいひびは防げないので、上塗りにアクリルを添加したスタッコを使うことで細かい、ひびを隠すことができる。アクリルスタッコは柔軟性があり、見た目も良く、湿気をあまり通さない。スタッコの重ね塗りで仕上げた壁木骨作りや、軽量鉄骨作りの場合、構造湿気から守るため糖質防水シートを使う。糖質防水シートは雨漏りを防ぐだけでなく、 室内に湿気がこもらないようにする役目も持っている。スタッコの重ね塗りの第一層を下塗りと呼び、セメントと砂と水だけを使う。表面に凹凸をつけるためにブラシなどを使い、次の層を塗る、際の引っかかりになるようにする。第一層は次の層を塗る前に乾かす。次の層を中塗りと呼ぶ。セメント、石灰、砂、水を使う。小手を使って、 表面を滑らかにする。試行後最低でも7日から10日か沸かす。その間に収縮して、ひびが入るので、仕上げ塗りで、それに対処する。非常に乾燥した季節の場合、スタッコをスプレーで吹き付け、通常よりも水分を多く含ませる。こうすることで硬化するまで湿気が保たれる。完全に硬化する前に水分が抜けてしまうと、完成したスタッコは、 通常よりさらに脆くなってしまう。最後の外面になる層を上塗りと呼び、次の2種類がよく使われる。色塗り色付きのスタッコを通常3ミリメートル程度の厚さに塗る。吹き付けで砂岩状の風合いを出したり、コテで様々な表情をつけたりする。スタッコに混ぜる砂の粒の大きさによって仕上がりが変わってくる。アクリル仕上げアクリルスタッコを使った上塗りで、 1ミリメートルから4ミリメートルの厚さになる。耐久性に優れている。また、色も様々なものがある。1960年代から1970年代にかけてスタッコの壁にガラスのかけらや石などを埋め込む工法があったが、壁が非常に重くなり、しかも柔軟性が失われ、修理も難しいため、廃れた。ありがとうございます。